2023年メロンミュージックアワードでIVEはレッドカーペットに登場しました。その時の衣装についてファンから様々な反応が上がっています。IVEは才能豊かで美しい女性たちのグループですが、過去にはイベントでのスタイリングが期待外れだったこともありました。不適切だと思われるような衣装からミスマッチなスタイルまで、ファンからはたびたびグループのスタイリング改善を求める声が上がっていました。中でも最も注目されたのはチャン・ウォニョンだけが優遇されているという批判です。ウォニョンは時によってソロアーティストであるかのように一人だけ目立つ衣装を着ていました。幸いなことにIVEのチームはこれらの批判を真摯に受け止め、スタイリングを改善してきました。しかし最近のレッドカーペットでのIVEの衣装は過去の失敗を思い起こさせるものでした。12月2日2023メロンミュージックアワードが開催され、他の多くのアワードショーと同様、出演者がショーの前にレッドカーペットを歩きました。IVEもレッドカーペットを歩くアイドルの一組でした。彼女たちは白とモーブの明るい色調の衣装を着ていました。どのメンバーもゴージャスに見えたものの、スタイリングが今一つだったと感じた人もいたようです。各メンバーはそれぞれ微妙に違う色を着用していましたが、ウォニョンのドレスだけははっきりと目立っていました。そのためファンからは、昔のスタイリングに戻ってしまったという意見も出ています。これは主役シンドロームだ。涙。あまりにもあからさまにウォニョンをひいきしている。もう一人、ウォニョンと同じ色合いの服を着せればよかったのに。そうすればこんなに差が目立たないのに。しかし、スタイリングは以前に比べて良くなっている。一部のファンはスタイリングチームのファッションチョイスに批判的すぎる、という意見も上がっています。IVEは白、オフホワイト、ピーチカラーを着ています。一人だけ違う色を着ているわけじゃなく、みんな同色系統で統一されています。みんなIVEを嫌う理由を探しているだけ。悲しい。IVEが美しいビジュアルを持つグループであるだけに、ファンは衣装にも敏感にならざるを得ないようです。